らぬことを伺いますが、マスターは私からムフフなお得情報やドキドキする怪談を聞いたことはありませんか？安心しました。マスターはいつも通りで。それが。やあアバシス、昨日は。キリト、あら忘れちゃった。古い。そうそう、ムフフなお得情報なのですなんて、いきなり手を。手ごわいエネミーだったけど、それに見合う。ありがとな。私が。あ、そういえば昨日の服はどこで手に入れたの？いつもとイメージが違っててびっくりしちゃった。確かに見たことない色だったわ。新しい服を買ってもらったの？私。え、でも昨日た。本当に違うのかアファシス、マスター、皆さん、皆さんは君を見かけたとか君から情報をもら。本人に身に覚えがないとすると。そんな噂は聞いたことないわ。レイちゃんそっくりのタイプ X。 そういうのがいるかもしれないって話。アファシマニアかどうかはわからないけど、タイプ X の情報にはいつも気を配って。もし私の知らないタイプ X がいるとしたら。ゼリスカさん、妙な噂。アファシスがエネミーとしてフィールドに現れるらしいの。タイプ X ではないみたいな。そんなイベント聞いてな。ああ、いえ、それは確か。アファシスってサポート AI でしょ。設定から考えると可能性はあります。ユイちゃん、何か知ってるの？はい、ママ。私からアファシスさんたちはもともと SBC フリューゲル。ああ、確かに。はい、さらにフリューゲルとグロッケンは過去に敵対関係だったという設定があり、ですからアファシスさんたちがエネミーとして登場することに矛盾はありません。何か。仮にアファシスさんたちのエネミーが登場するクエストがあるとして、今の時点で公式アナウンスがない点が気に。フリューゲル関連イベントの伏線って可能性もあるん。アファシスが敵でエネミーになるということ。大丈夫よレイちゃん、もうずっと昔の話。今は大丈夫なんですね。ええ、SBC グロッケンと同じ子で、せっかく地球に帰ってきたのに戦争を始めて、結果フリューゲルは滅びてしまったというわけ。そんな設定が。フリューゲルは高いア。フリューゲルと共にその技術は失われていましたが、最近ようやく発見され。そうだったのですか。確かに随分長い間。今私たちと一緒にいてくれるアファシスちゃんたちはグロッケンの技術じゃ。つまりアファシスはこの世界での実銃と似たようなものなのね。ええ、もちろんアファシスはレアなだけじゃなく、だからこそ今アファシスがエネミーとして。へえ、さすがゼリスカというか、なんと。公式サイトに書いてあるわよ。調べたらすぐには。キリト君、ちゃんと読んでないんでしょ。イベントの告知サイトにも。私たちが見たレイちゃんに似たアファシスも。エネミーアファシスの話はまだ噂止まりだ。今これを逃す手はないな。早速ゲーマーの血。こうなったキリト君。よし、さっ二手に分かれよう。私たち三人は。じゃあ私たちは。私は新しい情報がない。よし。あ、新イベントか。レイちゃんにも関係するイベントみたいだし。なぜ今。セリスコさん。ああ、いや、ごめんなさい。ちょっとクレハちゃん、先に調査を進めててもらえる？私は。おう、もし人手が足りないようなら。いつきさんのこと。そっと。無駄に付き合いが長いからかしらね。じゃあまた何か。セリスカさんの用事って何かな。ひとまずアルファルドに行ってみよっか。へえ、アファシス関連の新イベントか。それは今日僕を頼ってきてくれたことは嬉しいけれど。そうだな、少し待っててくれ。どなたにメールを？アルファルドのメンバーにね。うん。
早っ僕が言うのもなんだけど、うちは優秀なメンバーが多いからね。忘却の神殿のあたりに怪しい NPC が出るという話を言ってみる。ですが、目的を助かった。よっ。
敵がいるぞ。えっ、よっ、だい、ヘイトが集まってきたぞ。見えたな。えっ、よっ、だい、いい感じだ、終わったな。ほっ、ほっ、やっ、ほっ、敵がいるぞ。よし、手を貸してくれ。手ごたえあり。なんだと。ヘイトが集まってきたぞ。手ごたえあり。すごいな、ヘイトだぞ。急ごう。最高ですね。任せて、弱せるぞ。よし、いいね。あとはダウンまで待ってきます。俺たちの勝利だ。敵がいると手応えあり。最高ですわ。手を貸してくれ。これが少しまずい。すごい。弱せない。今くさ、最高ですわ。これで全部ない。もしかして君もニュービー？マスター、大変です。イツキとクレハが二人いますわ。こういうゲームって初めてなんですけど。みんなで力を合わせればどんな強敵にだって。銃の音にはまだ慣れないけど。でも仲間と力を合わせてボスを倒すと。ダメです、会話が噛み合いませんわ。これ多分 NPC よね。例のエネミーアファシス。フィールドに NPC が出現するなんてあまり。でもなんでレイちゃんじゃなくて私にそっくりなの。僕は強くなって君の。これはつまりアファシスが私たちをコピーしてるってことよね。コピーした私。それにしても自分を客観的。違う、あれ。あら、そうなのですか。ソード系はエネミーに近づかないといけないから私には難しいかも。あ、ソード系が苦手。この世界で一番大事なのは仲間を信頼するってことじゃないかな。いつきさん、なんでもない。それよりほら、向こう。ではマスター、ご準備を。戦闘開始です。エネミーを発見した。手応えありだ。手を貸してくれ。グレネード。ヘイトが集まってきたぞ。グレネード、グレネード、倒したぞ。グレネ
ネードだ。君たちってすごく強いんだね。待て、逃げるな。やりにく、なぜやりにくかったのだ。言ってることや装備が昔の自分と似てて、自分自身と戦ってるみたいで。僕は全然似ていなかったけど。いつき、どうしました？別に、とにかくあのアファシスは殺さないと。外見だけは僕に似てるし、変な噂でも立て。急いで追いかけよう、一刻も早く。ん？当てる。発動。えっ、よっ。発動。これで大丈夫。素晴らしいです、アファシス。なんだか照れるな。敵がいるぞ。手応えあり。いいかな。よし。決まったな。手を貸して。よし。すごいすごい。手を貸してくれ。よし。チャンス！ブレイズ！アファシス、弱ってるわよ、今がチャンス！ヘイトが集まってきた。手応えあり。手を貸してくれ。どうした？今のうちに。ダウン済ませてもチャンスですわ。いい感じだ。手を貸してくれ。弱ってるわよ、今がチャンス。弱ってるわよ、今がチャンス。ドクター、今のうちに。決まったな。すごいよ。楽勝だったな。あと僕の方が早い。エネミーを発見した。トレジャーボックスだよ。行って。よし、毒になったな。最高です。ありがとう、アファシス。ありがとう。いいじゃない。えっ、よっ。はぁ、えっ、よっ。エネミーを発見した。はぁ、よし。手を貸してくれ。手応えあり。敵がいるぞ。よし、じゃあ急ごう。よし、素晴らしいです。弱ってるわ、今がチャンス。よっ、はぁ、よっ、よっ、じゃあ、や。エネミーを発見した。ネームドエネミーだ。気をつけろ。ヘイトが集まってきたぞ。最高ですよ。すごいよ。いい感じだ。手応えあり。手を貸してくれ。倒したぞ。手応えあり。
ス、ありがとう。集まってきたぞ。やっと合流できた。ゼリスカさん、君か。あらあら、いつにも増してご機嫌斜めみたい。一体何があったのかしら。君には関係のない。さっき例のアファシスらしいエネミーを見た。あら、思っていた。イツキがメールを送ったらスコードロンの方がすぐ。へえ、あなたのスコードロンも無駄に大きいだけ。それで噂のエネミーアファシスはどうです。そのエネミーはイツキとクレハにそっくりでした。私もイツキさんもエネミーと、特に私にそっくりなアファシスは言ってることや使ってる武器も昔の私そっくり。昔のプレイヤーのコピーを登場させるなんてエラ。イツキ、あなたが。僕の方は全く似てなかった。あら、そうなの。クレハちゃんとはパターンが違うのね。もういいかな。僕に似た外見のアファシスの方はと。そんなに焦らないでちょうだい。クレハちゃん、私の協力者。協力者？ええ、さっき調査を頼んだのよ。すぐ呼ぶわね。そのあたりにいるはずだから。よう、俺が来たからには100人。張り切りすぎよ、ダイン。例のアファシスに情報が入ったって。ダインに聞かせても何かの役に立つ。クレハ、お知り合い。知り合いというか、私みんな BOB、 つまり GGO 最大の大会で活躍してる人たちよ。私たち昔なじみなの。他のコアなプレイヤーにも顔が利くから調査を手伝ってもらえればって。公式アナウンス前のイベントなんて他のプレイヤーを出し抜くチャンスだしな。見逃すわけね。別に誰かを出し抜くことに興味はない。自身の強化につながればそれで十分だ。なあ、カッコつけてんだよ。出し抜くとか強化とかつまらないな。こんなにジョリーな子たちに出会えたのに。
マスケティア X は普通に可愛いって嫌いだろうね。こっちの方がより私の心を敵。そろそろ本題に入りたいんだ。そうだったな。クレイは、はい、エネミーアファシスらしい2体は見た目がすごく私たちにそっくりで。プレイヤーをコピーしたアファシスね。クレハちゃんの話を聞く限り、例のアファシスたちは特定のプレイヤーの過去を再現しているみたいだけど。しかし、そもそもプレイヤーの過去のコピーなんてできるものなのか。多分可能よ。システム側でログを参照すれば、元のデータがある分、完全オリジナルのタイプ X よりよっぽど簡単なはず。過去データの再現か。面白い。そうね。問題はさ、セリスこそ。さあ、全部ぶっ飛ばしてやるわ。ストレス発散。こうして自分のセリフを聞かされるのはちょっと来るものがあるわね。ただこれで確信したわ。あの言動にあの装備、あれは。ではやはりさっきのイツキもクレハも過去のコピーだったのでしょうか。だから僕の言動は全然似てなかったって言ってるだろ。さすがにそれは苦しいんじゃないかしら。何が苦しい？つきよ、そう向きになんなって。確かに気分は良くねえだろうが、現に目の前にコピーがいるんだしよ。確かにあの装備は昔のゼリスカと同じだな。特に荒れていた時の。あの、ストレス発散よは覚えてる。先手必勝よ。まずい。知性は波の NPC レベルみたいね。おい、ゼリスカ、何ぼーっとしてるんだ。問題ないわ、この距離なら。あの頃のステータス相手なら負ける気はしないわ。ファンタスティック。ありがとう。優先度はそっちが上か。当たり前よ。だってアバ
ファシスなのよ。そう、アファシスなのよね。どうかしました？あ、もしあれがアファシスだとしたら、やっぱり気になる。おお、おや、あれは闇風？闇風のコピー？過去の姿とはいえ、そうそう自分のデータを晒すわけにもいかないな。おい、待てよ二人。それじゃあ私も一度戻るわね。あれ、ツリスク？ええ、エネミーアファシスが過去のキャラクターをコピーしている。デイジーちゃんも待たせてるし、みんなはイツキのコピー探しに付き合うのよね。早く見つかるといいわね。だから、あれ…イツキ？ねえ、何を怖がっているの？ま、幸運を祈るわ。じゃあねー。行こうか。ずいぶん時間を無駄にした。本気を出そうか、本気を出そうか。